無駄な時間だったぜ。終わりにしようぜ、お兄ちゃん。ふざけんな。いいね、まだ元気じゃねえか。反応もいいな。いいじゃねえか、まだ楽しめそうだ。さあ、次は何をしてくれるんだ。なんかひらめいたか、マスクマン。じゃあ第2ラウンド始めようぜ。おい、またそれかよ、ふざけんな。死ねバカ。バカはてめえだ。やっぱバカはお前だぜ。な、くそ。こっちのトラップにことごとく引っかかりやがる。バカ丸出しだ。ああ、マスクが脱げちまった。ヒーロー敗北の瞬間だな。石には死ねえ。のたうち回りながら死ねえ。安心しろよ、お兄ちゃん。すぐにそっちに。妹も行くからよ。ゴースト。じゃあな、お兄ちゃん。不遜ですわね、女王を前にして。頭が高いですわよ。遅くなって申し訳ありません、カケツ様。チケット登場ですわ。俺のこと。おかしなことをおっしゃいますわね。あなた様のことを忘れたことなど一秒たりともございませんわ。立てまして。はい、助かりました。どういたしまして。司令官からのメッセージで気がつきましたね。いい機会ですから、少しお話でもと思ったのですが、まさかカケル様がいらっしゃったなんて。改めまして、こんばんは、ゴーストさん。敵に回るってことでいいんだな、エンプレスさんよ。コールネームでしたか。せっかく司令官からいただいたお名前ですが、それあまり好きじゃありませんね。やはりあなた方とはセンスが合いません。それにリグウェーダに組みすればカケル様の気も引けるかと思っていましたが、全然なびいてくださらないんですので。ですから
正攻法で攻めることにいたしましたが、今宵はお別れを言いに来ましたよ。そうかい。あらあら元気な猫ちゃんですこと。くっそ、何なんだてめえの力。やっつくぜ。タケル様、今のうちですわ。あの方はもう何もさせませんから。ずいぶんな口聞いてくれるじゃねえか。そのようなありさまで凄まれても、ずいぶんとお疲れではなくて。万全のあなたならば無様に攻撃を垂れることもなかったでしょうね。ちむきな催眠術ごときにこの俺が。催眠術ですか。見当違いも甚だしいですわね。だと？てめえ、一体俺に何をした？答える義理も義務もございません。さあ、かける様。あとは見るだろう、見る。お好きにどうぞ。ありがとうございます、先輩。本当に助かりました。私の力など微々たるものですわ。かける様ならご自身の力のみでこと足りたでしょうから。もう勝った気かよ。イラつくぜ。終わりにしよう、ゴースト。やめとけ。お前には無理だ。俺に触ることすらできねえよ。いいや。あ？飛べないだろ。空中にいること、それが発動のトリガーだろ。毎回そうだった。高坂先輩の力の影響下にある今、お前は動けない。終わりだ、ゴースト。来るなって来るんじゃねえ。来んなっつってんだろうが。そうやって怯えていたはずの子を無残に殺したくせに、今さらビビってんじゃねえよ。お前はいっつも女に助けられてんな。ああそうさ、俺はただの無能だ。だが助けてくれる人がいる。どうするってんだ。え、決まってんだ。あっあっ、焼き尽くす。二度と殺しなんてできないように、二度と俺たちの前に現れないように、お前の魂ごと灰にしてやる。意味分かって言ってんのか。いい子ちゃんのお前にできんのかよ。できるさ。そのつもりで来た。アーティファクトを奪うだけじゃダメだ。お前はまた新たな力を求めて人を殺すだろう。九条を、勇気を、高坂先輩を襲うだろう。空を殺そうとするだろ。させない。お前を野放しにはできない。だから殺す。お前は殺さなきゃいけない。燃え尽きよ。塵も残さず灰になれ。どう防ぐつもりだ。
前が石になるのが先か、我慢比べといこうぜ。いいや、どっちもお前だよ。はお前はもうアーティファクトに離された。違う。他者を害した力で自滅。外道にはお似合いの最後ですわね。君たち、なんてこと、何をしたのか。ああ、分かっているさ。殺人犯が最後を迎えた、それだけのことですわ。それだけ？それだけだと？彼女、私の希望だった。私の光だった。いや、全てのユーザーの母となる人だった。それを貴様らは許さんぞ。私は貴様らを、人権の多いこと。かける様、ここは任せてください。司令官は私が。気をつけてください。奴の目を決して見ないように。ご助言ありがとうございます。すぐ終わらせますわ。そして二人でゆっくりと休息。ごめんなさい、かける様。はい。時間切りですわ。え、先輩？すいません、力が。覚悟しろ。彼女を殺めた罪、安心に値する。
いえ、十分助けてもらいましたから、今度は俺が気合い入れる番です。無茶はダメよ、あなたは休んでいなさい。ソフィー、大丈夫よ、手は打った。手を平服せよ、屈服せよ、魔王から授けられし我が力に。見よ、無知猛舞なる愚者よ、これが。あなんだ、目が、目が。あなたの視力を奪いました。もう魔眼は使えません。はい、ご苦労様、あとは流れ作業ね。ノア、わかっているわ。ジオーダーアクティブ。パニッシュメント。なんだ、はい、上デッキ。さあ仕上げよ。眠っちゃえ。あ、あ、力が、力が、私の力が。もうすぐ力も何もない、ただの人になるよ。理想郷とか諦めて。バカだ、バカだ。せっかく力を、力を得たのに。私は選ばれし者だ。何が、その力に私もお兄ちゃんも散々振り回された。もう十分だよ。特別になりたいなら一人で楽しんでてよ。これ以上こっちに迷惑かけるな。これ以上お兄ちゃんをいじめるな。あっ、光が、私の光が消える。よかった、本当によかった。体大丈夫か。それはこっちのセリフでしょ。ちょ、またちょっと石になってない？大丈夫、俺は大丈夫だ。それより香坂先輩を。あ、香坂先輩大丈夫ですか？はい、ごめんなさい。リグヴェーダ壊滅ね。早く立ち去りましょう。人目につくわけにはいかない。そうですね、香坂先輩、捕まってください。ありがとうございます。待ってくれ、アーティファクトを回収しないと。私がやるわ。あなたたちは早く帰って休みなさい。お兄ちゃん、行こう。ああ。兄ちゃん、本当に大丈夫？ああ、大丈夫だ。一人にしないでよ、バカ。悪かった。みんなもごめん。迷惑かけた。うん、私だって。話は後日にしましょう。彼女死にそう。すみません。そうだな、行こう。うん、
昨日のあれ、もしかしてニーミ君絡んでない？指先の咳か、すぐ治ってよかったね。ああ、そうだな。なんか、やっと落ち着けるな。ずっと大変だったもんね。石になったり、私がおかしくなったり。このまま解決だといいんだけどな。そうだね。昨日のこと記事になってたりするか？そうか。寝てればいいけど、健康体だと何していいかわかんないね。まあな、今日は完全なズル休みだし、夕方まで暇だな。いや、マジ起きた時ビビりましたよ。ニーヤいないんだもん、どこにも。マジかよって。いや、私置いてコンビニ行くのもおかしいけどさ、それより宮子先輩たちにどう言い訳するか焦ってた。高坂先輩には連絡取らなかったのか？慌ててたからすっぽ抜けてた。結城先輩はグループチャットで一緒に連絡できたけど、遥か先輩は入ってなかったし。うん、私こそごめんなさい。とても頼ってもらえるような状況じゃなかったから。そうね。記憶が抜け落ちていた実感がある。あなたや空のことを私は気にも留めていなかった。下手したら起きなかったかもしれないしね、私。力も解除されなかったかもしれないし。まあ、無茶すんなよとは思ったけどさ。そうだな。あの時は俺一人でやるしかないって思い込んでた。仮に連絡が取れてもダメだろうって。ニーミ君のことを忘れちゃうなんて、本当にごめんなさい。でも、はるか先輩覚えてたんですよね。え？はい。忘れてはいなかったです。なおさら。私たちの失態が痛いわね。都から事情を聞いて気にかけていたにもかかわらず。いや、うん、ある意味元凶の私が言うのもなんだけどさ、みんな無事でよかったよね。はるか先輩、ニーニーを助けてくれてありがとうございました。い
いえ、そんな、私は何も。大事な時に疲れてしまって。彼女、ゴーストは二人で倒したのよね。ああ、そうだな。最後は自滅です。自滅しました。自分で石に。おそらくは眷属家でしょうね。眷属。とある手順を踏むことによって自分の持つアーティファクトの力を他者に分け与えることができるの。そんなことが。聖遺物は語らなかった。まだまだ私すらも知らない未知の力を秘めているようね。語らなくて当然。アーティファクトが本来持っている力じゃなくて、人が生み出した技術なんだから。当然、私から語るつもりもない。けれど、ペラペラと話したおバカさんがいたみたいね。そっか。アーティファクトが教えてくれないなら、知っている人に聞くしかない。ってことは、ソフィーさんと同じ異世界の住人が、マガンのユーザーに、その技術を教えた。はるかだったかしら。はい。あなた、何か聞かなかった？フードのあの子から。いえ、特に何もないです。はい。そう。あの子やレンヤってこのアーティファクトを見たことは？回収できたのか？いいえ。え、大丈夫なの？それ。考えられる可能性は二つ。すでに他の適合者の元へと移動した。もう、あの子たちはユーザーではなかった。異世界人が、ゴーストと高峰に力を分け与えた。え、じゃあ、ラスボスが、まだいるってこと？どうやら、そのようね。そんな、やっと解決できたと思ったのに。そんなに悲観することはないわよ。フードのあの子。仮に眷属だとしたら、とんでもない才能だわ。眷属として分け与えた力は、通常はかなり弱体化するの。あそこまで使える子は滅多にいない。性格面でもそうよね。力をばらまいてこの世界を混乱させようとしているとしても、あの子以上どころか、並ぶような子も簡単には見つからないでしょう。つまり、当面は平和が続くってこと。素直に喜んでいいわよ。マーガンが、次の所有者を見つけていたら。実際のところ、そっちの方が面倒ね。ま、どっちにしても、フードのあの子以上に厄介なことにはならないでしょうけど。とにかく、みんなよく頑張ったわね。第一部完ってところかしら。何かあればまた来るわ。それまで、ゆっくりと休みなさい。じゃあね。はい。ありがとうございました。みんな、お疲れ様。もともと私がお願いしたことだし、こ
ちらこそありがとうございました。リグヴェーダの野望はついえた。ヴァルハラソサイエティも眠りにつくときね。再び必要になるその時まで。あ、その設定忘れてた。もうはるか先輩も仲間ですよね、仲間。よろしく。お願いします。それじゃあ、お邪魔しました。私も一緒に出るね、晩ご飯買ってくる。後で食いに行けばいいだろう。いや、ニーヤン自覚ないかもだけど顔色悪いから休んでなさい。はいはい、気をつけてな。ほいほい、それじゃあ行きましょう。またね、ニーミくん。さようなら。お邪魔しました。ああ、また。ちょうどいいタイミングで一人になってくれたわね。ん？どうした？励ますつもりはないけれど、どうもあなた内省的すぎるところがあるから、一応話しておいてあげようと思って。ん？ノアって子はともかく、都を連れて行かなかったのは正解だったわ。フードの子の最後を受け止めきれなかったでしょうね。そうか。そういうわけだから元気出しなさい。今日はやけに優しいな。少しは見直してあげたのよ。どうもありがとな、みんなを連れてきてくれて。どういたしまして。もっとも、私が都に力の使い方を教えられたのはあなたのおかげだし。俺の？なんで？分からなくてもいいわよ。体調はどうなの？昨日随分と無理したみたいだけれど。疲れは残ってるが問題ない。アンブロシアはまだ残ってるか？返すよ、アーティファクト。もうしばらく預けておくわ。また必要になるでしょうから。そうか、わかった。じゃあね、ゆっくり養生しなさい。元気出せ。おめでとう、お兄ちゃん。これでお前も人殺しだ。お、起きた。悪い。俺どれくらい寝てた？知らない。今帰ってきたところだし。大丈夫？めっちゃ汗かいてるけど。なんかあれだ。ああ、体がビクってするやつだ。ご飯食べる？まだ寝る？いや、食べる。ほいほい、じゃあ食べましょう。何買ってきた？他の都庭のお弁当。唐揚げとハンバーグどっちがいい？どっちでもいいよ。じゃあ私ハンバーグ。
だから休みでよかったね。だな、体調を戻しておかないと。結局一週間まるまる休んじまったな。私もほぼ一週間だな。あ、でも忘れられてたから欠席した記録とか残ってなかったりして。本当にもういいのか隊長。私は元気だよ、絶好調。ニーヤンの方が心配だよ。俺も大丈夫。力を使わなきゃ侵食の心配もないだろうしな。私見てないけど炎のアーティファクトをもらったんだよね。ああ、私的にはちょっと怖い力だけど、でもあれだよね、主人公っぽい。そうか。ちっちゃい頃にさ、10年くらい前あったじゃん、格ゲーで。ああ、いたな。あたし好きだったんだよな、かっこよくて。ちょっとやってよ、真似してよ。やらねえよ。いいじゃん、指先にポッてしてさ、ふって吹き消すの、あの勝利のポーズやってよ。だからやらねえよ、恥ずかしい。 KO! You win!燃えたろ。うわ、やった、やっちゃった。ノリノリじゃねえか。実はずっとやりたかった。どうした？え？何？何もないなら別にいいけど。ちょっと待って。この前の話、ちゃんと治ったらって言ってたよね。ああ、聞くよ。うん、うやむやにしちゃってもよかったんだけど、やっぱりちゃんと言いたくて。私ね、お兄ちゃんのことが好きなんだけど、その、なんていうか、あの時は私おかしくて、恋人になんてなれないのは分かってる、ちゃんと分かってる。でもさ、やっぱりずっと好きだったからさ、隠しておく気持ち言っちゃったからさ、このまま「はい、元通りね」ってのも無理で、だからあの、お兄ちゃん、一個だけお願いがあります。ああ、あの、一回だけでいいから、一回だけでいいから、私とエッチしてください。できてないのか。大丈夫かお前。いや、そんなことないから、正気だから、本気で言ってるから。わかる、わかりますよ、頭おかしいこと言ってるって。でもね、しゃーないっす、本心なんすもん。私お兄ちゃんとそういうことしたいですもん、ずっと思ってましたもん。いやお前、いやいやお前、思っててもぶっちゃけるのはどうかと思うよ。私も思うけれども、どうかと思いますけれども、しゃあないぞ、ほんと、もうしゃあないぞ。だってさ、ちょっと考えてみよ、お兄ちゃん、兄様。何、なんだよ、何をだよ。私がさ、今ここでさ、
が言ったらさ、丸くは収まるけどさ、今後さ、お兄ちゃんへの気持ちをごまかして、なんかよくわからん適当なチャラいクラスメートと付き合っちゃうわけですよ。まあ、いっかって。なんだ、そんな奴がいるのか。いや、家庭だから聞け、最後まで聞け。はい。でさ、どうせ兄弟では結ばれないし、で、そのチャラ男に処女を捧げるわけっすよ。どうすか、これどうすか。なんだよ、どうって。私がそういう刹那的な感情で粗末に処女を散らしていいんすかって話ですよ。100人切れ目標っすわとか言ってるチャラ男に。私すっごい嫌、それが初めての思い出とかほんと嫌。ニーニーはどうよ。嫌な顔してる。だよね、嫌だよね、妹がそんな風になるの嫌だよね。まあ、もっといい恋愛をしてほしいとは思うな。でもできないの、今のままじゃ。私お兄ちゃんのこと好きすぎるから、一途に一筋に大好きだから。このままじゃ私適当に処女散らして、適当に別れたり付き合ったりして、適当に生きる未来が見えるの、見えちゃうの。だからね、兄やん、せめて処女だけでも奪ってくれませんか。頼むよお兄ちゃん、付き合ってとか面倒なことはもう言わないからさ、一回だけやり捨ててくれよ、私のために。やり捨てって、お前とんでもないことをすごいテンションで言いやがるな。こんなことシリアスな空気で頼めないでしょうが。テンション振り切れないと頼めないでしょうが。ちょっと一旦落ち着け。一旦落ち着いたらしてくれますか。いや、いいからまず落ち着け。いや、ほんとさ、自分なりに悩んで悩んでお願いしてるんだよね。バカなこと言ってるのはちゃんと分かってる。恋人になれないのも分かってる。お兄ちゃんがそういうのを望んでないことも。でも好きですって伝えてそれで終わりにはできないじゃん。お兄ちゃんとしたいなって思ってたこといっぱいあるもん。そう、その下心的な。お兄ちゃんにはもうバレちゃってるし、隠そうにももう隠せないし、だったら素直にさらけ出そうって、そう思った。こう見えても結構今その恥ずかしい、心臓ドキドキしてる。でも本心なんだ。私お兄ちゃんとエッチなことしたい、してほしいってずっと思ってた。だから一回だけでいいから、私に最初で最後の思い出をください。お願いします。勝負しましょう。ん？勝負。お兄様が私に欲情いたしましたら、そういう感情を抱いたということで責任持って抱いてください。いや、お前そんな勝負。単純明快じゃないっすか。お兄ちゃんの中の兄の部分が勝ったら私諦めるよ。諦めざるを得ないよ。お兄ちゃんの中の男の部分が勝ったら、それもオッケーってことじゃん。お兄ちゃんも私をそういう目で見てるってことじゃん。だからだけ。強引だな。失礼します。おい、
デュエルスタート、イエーイ。ノリ軽っ。いや真剣だよ、超真剣だよ。ギャグっぽくしないと精神が持たないの。あと冗談っぽくしておけば振られた時勢いで笑える気がする。だからもうしばらくこのうざいノリに付き合って。はいはい。デュエルスタート、イエーイ。どうするんだ。誘惑しますので。誘惑、そう言って。なんだか熱くない？ふん、汗ばむわ汗ばむ。どこ見てるの？やだ。お前さ、ドキッとした？ドキッとしただろ。ドキッとしたって言え。全然色気ないな。関西の芸人かよ。こっちくしょう。ちょっと余韻に浸らせて。夢のよう、もう死んでもいい。幸せすぎてやばい。ああ久しぶり。心配したよ。今日も来なかったらみんなでお見舞いに行こうかって話してたんだよ。嘘つけ。うん、かけるの話題全くなかった。君もうちょっとクラスのみんなと交流しなさいよ。友達僕しかいないでしょ。うるせえ。本当は3日くらいで治ってたでしょ。1週間も休むとか度胸あるね。ふざけんな、4日かかったっつうの。うわ、皆さんこの人ずる休みしてましたよ。おい、やめろバカ。ついて、ホームルーム始めますよ。
ああ会期祝いしよう。かけるのおごりで。なんでだよ、せめて割り勘だろう。ニミ君ちょっと。え、あ、はい。ああずる休みがバレたかな。怖いこと言うなよ。何ですか。一応聞いとこうと思って。全開したってことでいいんだよね。そうですね、はい。その割には顔色悪いよね。え、そうですか。うん、朝から。本当はまだ治ってないんじゃないの。大丈夫。いや、治ってはいるんです。ほら、最近ちょっと眠れてなくて。悩みでもあるの。いえ、ただちょっと変な夢見て、それで起きちゃうんですよね。夢ね、それこそ不安の発露のような気もするけど、無理はせず相談しなよ。友達でもいいし、スクールカウンセラーでもいいし。そうですね、はい、そうします。絶対しないでしょ。なんだかよくわからないことに関わってるみたいだし、本当に気をつけてね。ご両親に心配をかけないように。大丈夫です、一番の問題は片付きましたから。ナナ、よし。何だったの？補習とか。いや、体調聞かれただけ。見るからに病み上がりっぽいしね。お前、そう思ってたのにズル休みとか言いやがったのか。僕が心配しても気持ち悪いだけでしょ。帰ろ帰ろ。ああ。久しぶりに学校行ったんだから、友達と遊んだりとかそういうのないのかよ。そのお言葉そっくりそのままお返ししますけど。俺はいいんだよ。おうおう、待て待て待てー。なんだよ。ここを通りたければ私を抱いてからにしろ。何言ってんのお前。実家にいる間大変だったんすよお兄様。何がだよ。性欲を抑えるのが。本当何言ってんのお前。いや、ニーに呆れてますけどね。本当は共感してるでしょ。私と一緒でしょ。モテ余してるでしょ。ふざけんな。素直になれよ。私はもうしたくてしたくてしゃあない。快楽を刻み込まれたこの体がうずいてうずいてしゃあない。本当さ、そういうこと大声で言うのはどうかと思うよ俺は。ここまでグイグイ行かないとニーヤンしてくれないじゃん。一回の約束だろ。私の中ではすでに2回カウントされている。それにお互いの合意があれば約束など無意味。めっちゃくちゃだなこいつ。お願い、イチャイチャしたい。お兄ちゃんとイチャイチャしたい。話せって。Thank you.
そろそろ寝るか。うん、やっと快適に眠れる。一緒にベッドで寝ればいいのに。アホか。あ、そっか、一緒に寝たらニーニー我慢できなくて私を襲っちゃうもんね、うん、うわ出た虫、一番雑で笑いも何も生まないやつ。てかお前さ、しれっと止まってくよな。止まっていいかって聞くことすらしなくなったよな。は？もう同棲してるつもりですけど、ここ私の部屋ですけど。なんてズーズーしいやつだ。これでいつでもイチャつけるね。やったね。電気消すぞ。あ、はーい。おやすみ。おやすみ。なんだよ。まだ起きてる？返事した時点でそれ聞く必要ないだろ。最近あんまり寝てないでしょ。いや。おいおい、私はニーヤンの寝顔を撮り続けていた女だぜ。その嘘は通用しませんな。で、握っててあげる。いいよ。いいから。いつもしてもらってばかりだけど、今度は私がしてあげる番だね。平気だよ。俺は。嘘つき。みんな心配してるよ。みやこ先輩もはるか先輩も、特にはるか先輩かな。そばで見てたから余計にそう思うんじゃないかな。メッセージ来た。あれはゴーストさんの自業自得で因果応報だから、ニーニー君が責任や罪の意識を感じる必要ないって。もっと早く伝えられたらよかったんだけどね。お兄ちゃん、なんて言うの、弱みを見せまいとしてるっていうか、そんな感じだったから。力になれるかは分かんないけど、話してよ。ちょっとは楽になるかも。香坂先輩は俺を気遣って自滅だって何回も強調してくれたけど、うん、そうなるよう追い込んだのは俺だ。だからあれはやっぱり俺が殺した。ゴーストは俺が殺したんだ。ずっと悩んでいた。自首するべきなんじゃないかって。けど警察は信じないだろうとか、俺が殺したと証明もできないしとか、言い訳ばかり考えて俺は逃げている。もっといいやり方があったんじゃないかって。
ゴーストと和解する道を探るべきだったのかって今更思ってる。でも俺は短絡的に奴を殺すことを選んだ。そうするしかないって思った。俺はそのつもりであいつに会いに行って、そして殺した。それがたった一つの事実だ。眠るとゴーストが俺に言うんだ、お前も俺の仲間だな。よう、人殺し。今は少し眠るのが怖い。ごめんね。分かってた、分かってたんだ。遥先輩から聞いてたのもあるし、お兄ちゃん微妙に変だったし、けど私励まし方とか分からなくて最悪なことしちゃった。お兄ちゃんが弱ってること分かってて、私のわがまま押し付けちゃって、お兄ちゃんと恋人みたいなことしたいってその気持ちを優先しちゃった。ごめんね。いや、わざとだろ。騒いで絡んで俺に悩む暇を与えないようにしていた。そうやって気遣ってくれていたのは分かってる。分かってて俺も甘えたんだ。だから謝らなくていい。こっちこそ悩みの吐け口にしてごめんな。お前の気持ちをそんな形でしか受け止められなくて。ううん、どんな形でも私嬉しいよ。嫌われても縁切られてもおかしくないのに、お兄ちゃん私を受け入れてくれた。そっちこそ謝んないでよ。私今まで生きてきて一番嬉しかったんだからさ。そうか。あのさ、私はお兄ちゃんの気持ちの全部を分かってあげられないとは思うけど、でもお兄ちゃんがそうしようって思ったのは私のためだったり、みやこ先輩のためだったり、みんなのためでしょ。きっと誰かがやらなくちゃいけないことで、怖くて危ないことを誰かのために自分がやろうってそう思えたお兄ちゃんを私はかっこいいって思うし、すごいなって思う。殺しちゃったってその気持ちは消せないかもしれないけど、ごめん、うまく言えないけど、私がいるからね、ずっと。私がそばにいるから。お兄ちゃんが怖がってること、言えないでいること、わかるよ。わかると思う。でも私はお兄ちゃんを怖がったりしないし、責めたりもしない。絶対にしない。何があっても、誰がどう思っても、お兄ちゃんは私にとって最高の大好きなお兄ちゃんだから、それだけは忘れないでね。私はお兄ちゃんのそばから離れないたった二人の兄弟だもん。なんかおとんとおかんがもう死んじゃったみたいな言い方だな。そんなつもりはないけど、でもお父さんとお母さんは私のことを忘れちゃったけど、お兄ちゃんは私のこと忘れないでいてくれた。アーティファクトのおかげだ。なんでもいいよ。お兄ちゃんのおかげで私は消えちゃわずに済んだ。殺しちゃったって悩むのは仕方ないけど、
私を救ったってことも忘れないでね。お兄ちゃんは私のヒーローだよ。誰が何と言っても、お兄ちゃん自身がどう思ってても、私はお兄ちゃんが大好き。いつも迷惑かけてばかりだし、もうアーティファクトもなくなっちゃったから、これから何かあっても何もできないかもしれないけど、私はお兄ちゃんを頑張って支えたいって思ってる。いつもわがまま聞いてくれる分、私がお兄ちゃんの支えになりたいって、それだけは忘れないでね。不安になったら思い出してね。ありがとう。なんかこんな真面目な話キャラじゃないね。恥ずかしいかも。いや、かなり楽になった。ありがとう。本当に？ああ、本当に。よかった。眠れるまでこうしててあげる。大丈夫。夢の中にゴーストが出てきても。だから安心して、ぐっすり眠っちゃって。心強いな。おやすみ、空。世界を
手ひどくやられちゃったわね。予定通りだよ。あの原体には魔眼のユーザーとして死んでもらう必要があった。何も問題はない。そう、これからどうするの？九条美也子はさっさと消した方がいいと思うけれど。分かってる。記憶を盗まれる前に彼女は殺す。アーティファクトを拾ったばかりの僕はあまりにも不注意すぎたけど、みそぎは済んだ。今度は慎重にやる。あの子も気の毒ね。別の枝ではあなたのスケープゴートにされて、この枝でも見捨てられて。蓮也に近づいたのが最大のミスだった。関係が切れてせいせいしてるよ。期待してるわよ。今度は追い詰められないでね。うるさい。わかってる。うざったいぬいぐるみだ。ほんとうざったいな、かける。お待たせ。鍵かけたか？大丈夫。忘れ物ないか？ない。なんかよ、お前が寝坊してバタバタしてたから確認してやってんだろ。そういう優しさいらない。ちゃんと起こしてくれる優しさが欲しかった。起こしたっつうの？起きなきゃ起こしたことになんないでしょうが。お前体ゆすったら俺に腹パンかましてきたからな。記憶にございません。だろうな。あれだよ、ずっと眺めてたせいで寝るの遅くなっちゃったんだよ。気持ち悪い。おいやめろ。おい、ぐっすり眠れたの誰のおかげだと思ってる？その説はどうもありがとうございました。うむ、ちょっと急ぎますわよお兄様。おい、なんだよ引っ張るのよ。お腹空いたから早くコンビニ行きたい。誰かさんのせいで朝ごはん食べ損ねた。自業自得だろ。分かったから話せって。いいじゃん、手をつないで仲良しアピールしてこうよ。なんでだよ。あいつシスコンかよって思わせてニーニーに女の子が寄りつかないようにするために決まってるでしょうが。最低だお前。これから独占欲全開にしてくし、嫉妬も露骨にしていきますので。はいはい。ほらほら急いで急いで、私が空腹で倒れちゃう。分かったから引っ張るなって。やだ、お兄ちゃんが嫌がってもこれからグイグイ行くからね。覚悟してよね。空色空歌空の音。